えー、皆様、こんばんは。えー、令和5年9月の5日火曜日の、えー、ボギー大佐の言いたい放題。えー、当番組は南の島沖縄から沖縄の今をお届けする非常に珍しい番組でございます。えー、何かと話題の尽きないこの沖縄。さて今日はどんな、えー、ニュースが、えー、皆様にお届けできるのか。 非常に楽しみかなと思っております。さて、今夜もですね、はい、えー、いつもの専用の皆さんお見えでございます。ありがとうございます。さてさてさて、今日も、はい、えー、ポルポルさん、コシさんお見えですね、みつきさんもお見えでございます。こんばんはんこで、えー、ございます。はい、そして、つっちーさん、はい、からもね、えー こんばんはということで、コっさんはクラッカーいただいております。厚ツさんの方もお見えですね。はい、ポルポルさんからはしまらっきょうスムージーでございます。厚ツさんからもしまらっきょうスムージー。さて、えス、ー、ケさんうどんファンクラブの、えー、ボギー中佐もお見えでございます。こんばんは、ご。 それから、塩サバさん、さとしさん、こんばんはんこでございます。さとしさん、これはすき焼きではなく、沖縄では三枚肉というやつでございます。三枚肉ですね。これ実は三枚肉カレーというやつでね、今日はこれについてちょこっとお話をさせていただきたいと思います。それから、リオさん。 こんばんわんこでございます。えー、遊びに来ていただきましてありがとうございます。今日も南の島のお話全開でございますよ。さて、えー、森の都さん、こんばんわんこ。りオさんからは、はい、ニ、え、ラ、ー、茶でございます。ありがとうございます。日給さんからは、ニラでございます。ニラ、えー。ボギー中さんから、えー、業務連絡。今夜は22時から、えー、水曜チラチラ作戦。 22時半からは、ボギー大佐の言いたい放題が YouTube プレミア公開ということでございまして、まあ、ニュースに飽きた、テレビに飽きた皆さんぜひまたご覧になっていただきたいかなと思っております。さて、今日はですね、これは何でしょうかっていうことから始まったんですけど、これは実は沖縄の三枚肉のカレーなんですよね。 沖縄ではね、こういったのを、いわゆるロース、はい、えー、ラフテとかに使う皮とね、脂身と肉が何層にもね、えー、連なっているお肉のことをね、沖縄では三枚肉と言います。沖縄ではね、基本的にあの皮もね、そのまんま食べます。皮も美味しいです。よくね、県外に行くと結構皮がね、 あの外されてるのをよく見るんですけど沖縄では皮ごと、はい、煮込んだりしますまあこれもねあのそのまんま皮ごと味付けをしてカレーにトッピングをしてるということでございまして、まあ、沖縄ではこうしてね三枚肉沖縄ではラフテーとも言いますけど、まあ、大体三枚肉って言いますねはい三枚肉あの肉と油がね三、えー、枚に 重なってるように見えるんで、三枚肉ということなんですけど、まあこれ沖縄そばとかにも載っております。さてこのカレーに載っている三枚肉、これどこのやつかというとね、実はこれ自衛隊、自衛隊なんですよ。はい。自衛隊の体内食堂の、えー、スペシャルメニューの三枚肉カレーというやつなんですよね。 はい、えー。水曜チュラチュラ作戦さん。マンゴー仮面は、エビを皮ごと食べます。いや、実はね、エビの皮ごと私も時々食べます。時々。あ、これは食べられるなと思ったら食べますけどね。これはまずいだろうっていう時には私食べませんよ。はい。えー、ちょっとうまいように焼けた時にはそのまま食べても結構美味しいかな。はい。美月さんからは、 鶏肉には皮がありますが、豚肉の皮って初めて聞きましたということで。いや、私からするとね、なんで皮付きのまま、えー、ね、煮込んだりしないのっていうのがとっても不思議なんですよ。皮ってとってもうまいんです。はい。ですから沖縄で売られている、えー、豚ロースはもうほぼね、ほぼ100%、ト、えー、皮付きのまんま売られております。 どうしてでも皮が苦手という人はね、えー、自分で買ってきて皮の部分を外してから煮込んだりしますけど、我々はもう皮ごと煮込みます。まあ煮込み方としてはですね、まず最初に、えー、お湯をね、沸かします。そのお湯の中に泡盛りと塩を入れて、えー、皮付けのね、この豚ロースをぶち込むんですよね。 そして、ほどよくね、火が通る。あの、お箸で刺して赤いのが出てこなくなったら、ほどよくね、これ火が通ったっていうことで出します。この塩をね、強くして、えー、茹でる場合には、数値化といってですね、これはあの、保存食になるんですよね。はい、保存食。ですから、えー、昔の沖縄っていうのは、えー、冷蔵庫がね、ない時代は、 豚肉はこの強いね、塩水で茹でて、あの、簡単に腐らないようにしていたんですけど、まあ、ラフテとかね、煮付けに使うときには、あまり塩の強いやつでやっちゃうとね、もう全然美味しくないんで、あの、本当に塩はね、二つまみぐらいでしかやりません。そして茹で上がったやつをね、一旦冷やして、それをね、スライスをして、え、煮込むんですけどね、 大体煮込む時にも、えー、みりんとね醤油とあと生姜ニン、えー、にんにく、えー、あとは泡盛り入れたりしますねはいまた家庭ではいろいろね隠し味もあったり水飴を入れるところもありますそしてね甘くねあの甘じょっぱく仕上がった三枚肉をお蕎麦の上に乗せて食べたりご飯の上に乗っけて食べたりっていう感じでやるんですけど まあ、沖縄の自衛隊でもこのように皮付きのままはい、えー、三枚肉のカレーをね、出しています。ところが、はい、ところがですね、これがね、これから提供できなくなるらしいんですよ。なぜかと言いますと、今日こういうニュースが入り込んできました。はい。 えー、ここにね、株式会社、ユーさんっていうね、会社名が出てきます。まあ、法優っていうとね、私の頭の中では、白髪染めの会社かなと思ったんですよ。白髪染めに実は法友っていう会社があって、そこはね、食べ物じゃなくて白髪染めの会社なんですけど、なんとね、はい、えー、この法優さんが、 えー、学校などにね給食を出していたんですけど、えー、利益が出ないので食堂をね継続できないということで突如、えー、食事の提供をね止めてしまったということで、えー、このね広島この会社は広島にあるんですけど広島の学校なんかが大変なことに今なってるらしいんですよねまあ子どもたちにとってね、えー、学校のやっぱり食事っていうのは非常に 美味しいもんでございます。はい。あ、塩サバさんからも連発でニラニラ。えー、江戸前あさり小僧さんからもニラ。三月さんからも連発でニラニラということでございましてね。今、つっちーさんが静岡にも影響が出たようですねということなんですけど、実はこのホーユーっていう会社は全国展開をしている会社でございましてね。えー、各都道府県で学校とか、 あとね、えー、企業とか、えー、交換庁の中でね、食事を提供している会社で非常に手広くやっている大手の会社なんですよね。それが突然、はい、営業中止ということでございまして、今、つっちーさんから静岡にも影響が出たということなんですけど、これが全体的にね、いろんなところに影響が今出ています。 そのね、一つが、なんと、沖縄の自衛隊のね、隊員食堂だったっていうんですよね。つまり、えー、今日から沖縄の隊員食堂は、食事の提供がもうできない状況になっているということでございまして、まあ以前ね、この隊員食堂に、ま実費を払って、 私は食事したことがあります、まあ。その時に払った金額が確か400円ぐらいだったと思いますけど、まあ、400円でね、こんなに食べられて大丈夫なのかなっていうぐらい、結構ね、ボリュームもあって美味しかった記憶があるんですよ。で、さっきのね、三枚肉の、えー、カレーもね、 あの、自衛隊のスペシャルメニューということでございまして、まあ、こういったものが今後食べられなくなるという、そういったことがね、現実味を帯びてきたということでございます。さて、このね、ホ友さん、これまでの経緯というふうに出ていたんですけど、まあ、今年の1月に、 えー、材料費や人件費のね、えー、高騰を理由に値上げを申し入れられたということで、なんと今年の1月まで、1日3食、1日3食です。それが、1050円でやっていたっていうんですよ、皆さん。いや、これありえないでしょっていうふうに私思いますよ。ね、1日3食、はい、1050円。 そしてね、値上げ前の去年一、去年一年間は、明らかに質が下がっていたのに、学校から質を保つように求めていたということなんですけど、いやね、企業の側からするとね、あの、一日あたり1050円しかもらってない、物価はどんどん上がっていく、学校側は簡単に、質はね、落とさないでちょうだいなんて言われたら、 その上がった分のコストはどうするんですかということになるんですよ。まあそんな中で、えー、1050円から、まあね、この4月から1250円、1250円に上げたと言うんですけど、ね、1.5倍のね、1500円どころか1250円、ちょこっとしか上がらないんですよね。まあ実は、これ、あのー、 学校とか役所とかそういったところから、えー、こういったね仕事を委託業務を受けるときに競争入札になるんですよね競争入札例えば、えー、学校としてまあこれ役所としてね一つのね事業の予算が例えば1000万円あったとしますするとその1000万円の仕事を取るために 二つ三つの企業が応募するわけなんですけど、これね、実は、最低落札額、これより下げたらダメよっていう金額を設定していないのがほとんどなんですよね。ですから、企業はですね、こうやって役所からの仕事を取るために、ダンピング合戦をするんですよ。ダンピング合戦を。するとね、 毎年毎年物価は上がっていくのに、こういった公共事業の入札は、毎年毎年ね、金額が下がっていくっていう、逆の現象が起きているわけなんですよね。まあ実は私これね、総合事務局のある事業を見てね、すごい心を痛めたんですけど、毎年毎年、このね、 いわゆる受注額が下がっていくんですよ。毎年毎年。なぜかというと、仕事を取りたいがために、え前年の、ね、金額より下げた金額で応札をする企業があってですね。となると、それとまた競争するね、他の企業も、去年よりまた下げた金額で応札してくるわけなんですよ。ですから、 世の中は物価がどん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 上がっていくのに、なんとね、契約する金額はどんどん下がっていく。で、この契約する金額は例えば1000万円の予算をつけているのに、800万円でね、落札した企業があったとなると、翌年度の概算要求では800万しか予算つかなくなってしまうんですよね。 800万すると、その中でまた仕事を取るために、今度は750万、725万とか言って、また下げる。で、これ下げて、ね、あの、落札すると、役所の人間は、えー、経費をね、抑えたということで、非常に褒められます。はい。本当は1000万。 予算をね、組んでいたのに、それを800万で君はできたのか、大したもんだって褒められるんですよ。ところがね、1000万円の仕事をね、800万円で落札した側は、どうするか。まず、ね、サービスの内容をね、落とすわけにはいかないんで、そうなると人件費を落とすんですよね。 はい。時給を落とします。そうなるとどうなるかというと、今度は、え、沖縄総合事務局が直で雇っている人たちの人件費も同じように下がるんですよ。同じ仕事をしてるから、ね、向こうは人件費、時給こんだけになったから、君たちもこんだけねっていうことで下げられる。ね、こうしてどん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 ね、あの、自分で自分の首を絞めていくような、 こととが、ね、出てくるということでございましてね昔は、えー、こういうことを防ぐためにまあ談合っていうのもあったんですけど今談合するとねあの独占禁止法違反でねとっ捕まってしまうんでもうねお互いで仕事を取るために値段の下げ勝負ですからもうね今回のこの食事を提供する会社も 自分たちがその仕事を取るために、まあ、ギリギリの金額で取ったんじゃないかと思います。ところが、昨今の物価高、すごいですよね。もうね、毎月のように、どん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 物価が上がっていく。そうなるとね、あの、給食をね、出さないわけにはいかないんで、どうしてでもね、質を落とさざるを得ない。 今度はね、質を落とすと、学校側から、なんで質を落とすんだ今までと同じものを出せと言って、文句言われるわけなんですよ。いや、これね、あの、受けた会社としては本当に途端の苦しみだったと思いますよ。いや、学校は簡単にね、質は落とさないでくださいって簡単に言えるんですよ。でも、内装で触れないですよ。 だって皆さん、1,050円でね、食べ盛りの高校生の3食、1,050円で作れますかということですよ。無理です。だってね、沖縄でも、沖縄っていうのは弁当安いですけど、330円の弁当なんて今ないですよ。 ま、以前はね、400円で買えた弁当も今450円になってますし、ちょっとね、学生たちががっつり食えるような弁当はもう500円になってるんですよ。それをね、1500円で、ね、やっていたっていうこと自体、私は本当に大変なね、苦労があったんじゃないかと思うし、それがね、1250円になったとしても、まさに焼け石に水ということでね、 はい。えー、つっちーさんが、ギリギリの値段で取ると、次はそれがボーダーライン。そうなんですよ。一旦値段を下げると、次はね、それが基準になっちゃうんですよ。こういった風にね、どん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 世の中はね、あの、縮小していってる。そしてね、予算を抑えたって褒められるのは役人たちだけなんですよ。彼らは褒められますよ。 だって1000万のね、事業費を800万に抑えたんですから、君はすごいと。ね。8割の予算でこの仕事をね、あの、させられるなんて君はもう大したもんだって褒められますよ。本人はニコ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 ですよ。でも受けた方は少しでも物価が上がったりするともう完全に足が出る。はい。どうにかこうにかね、役所の仕事ですから、 こなさんといけないっていうことでやるんですけど、翌年また入札が始まった時に、今度は予算がね、1000万だってくる800万でできたから今年も800万の予算つけようねと、まさにこの800万が予算になってしまうっていうことで、もうどん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 ね、自分で自分の首を絞めていくようなことがね、起きているんですよ。はい。 りょうさんから無理ですよねと。いや、無理です。1250円でも、ね、一食400円。一食400円で、食べ盛りの <laughs> 子供たちの、ね、食事出すっていうのはかなり厳しい今の状況だとね、最低でもやっぱり500円は必要じゃないかなっていうふうに思いますよ。まあ、それ考えるとね、沖縄の弁当屋さんってね、あのー、 まあ今でも時々300円の弁当とか400円の弁当とか見かけますけどすごいね努力してるんだろうなっていうふうにねやっぱり思うわけなんですよまあお金出せばね豪華な弁当を食べられますけど私たち庶民が ね、普通昼飯に食べるお弁当っていうのは、せいぜい500円前後のやつなんで、それでもね、ボリュームもたっぷりで美味しいの作ってくれると、これはもう感謝しかないなっていうふうに思うわけなんですよね。ですから、今後ね、私公共事業とか、あとね、このようなあの、学校とか役所とかのね、入札は、やはりね、あの、役所の方もバカじゃないんで、 だいたいこういった仕事はこのぐらいかかるだろうっていうことで予算は組んでるんですよ。ですからその予算の中で、例えば1000万の予算があれば、900万を切るともう無効になりますよっていう、そういったね、最低落札額、この金額以下になったら、 入札は無効ですっていう金額をね、設定をして、まあ、入札の際、ダンピングするような会社がいたらもう即オミットになってしまう。当然これは公開しないですけどね。そういったことをすべてのやっぱり公共事業、えー、役所のね、あの、発注にね、やはり私は入れた方がいいんじゃないのか。まあ役所としては禁縮財政でね、使う金額を抑えれば抑えるほど、 褒められるのはわかります。でもそのツけが民間がね、途端の苦しみをね、もう、追うということは、私はこれはあってはならない。役所っていうのは民間を苦しめるためにあるんじゃないんですよ。民間がね、うまーくいくようにね、やるのが本来の役所の仕事であってね、それを逆にね、役所が上になって、え民間が苦しめるようなことがあってはならないっていううに、 私、思うんですけどね。はい。えー、厚石さん。財務省だけがね、儲かる、岸田、ね、政権社会っていうことで、ね、税収分、あの、増収分は外国や外国人へ。これだったら最悪ですよね。まあ、そこのところをやっぱりどうにかしていただきたい。まあ、沖縄ではね、逆もあります。逆。これがね、タクシーの 基地内に入る入域料なんですけど、もともとタクシーっていうのは基地の中に入るときには、あの、1000円のね、手数料を払って、えー、入港パスをもらっていたんですよね。それが今から15年ぐらい前から、突如として入札制になりました。えー、基地の中に入るために、ね、いわゆる処罰代を出せということになったんですよね。 するとね、それがもう、基地の中に入りたいがために、今度はね、その入域料、一月一台いくらという入域料がね、どん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 高騰してですね、だって入りたい会社いっぱいあるわけですから、するとね、すごいですよ。あの、カデナ基地なんかはね、一月ですよ、皆さん。一月タクシー一台中に入るために、6万円とか払ってたんですよ。 会社が6万円じゃないですよ。タクシー1台につき6万円を、ね、あの、エーフィスという、いわゆる米兵のね、天下り団体。こういったのをね、管理している米兵の天下り団体があります。そこに払わないといけなかったんですよ。で、この件についてね、あの、私、あの、エルドリッチ博士通してね、ちょっと苦情を申し入れたことがあるんですけど、まあ、 あちらさんの言い分としては、我々が値段をね、釣り上げてるわけではない。沖縄のタクシー会社が自分たちで値段を釣り上げてるんであって、文句を言うんだったらそちらに行ってくれっていうふうに言われましたよ。ねまあ役所の仕事はこういうふうにダンピング、そしてね、仕事取りたさに、ね、なけなしの財布から一台あたり、ね、 安いところで3万5千円とかですよ、皆さん。基地の中に入るだけで、ね、3万5千円から、高いところでは7万から8万円。これをね、毎月納めないといけない。はい。いやー、こんな理不尽なことが、ね、まかり通ってるっていうのはね、多分沖縄だけ。他のところでもね、横須賀とかそういったところでも、タクシーは、 基地の中に入りますけどこういうふうにね入札制度をとっているのは沖縄だけなんですよ。これもね私あのお亡くなりになったテリア監督先生に、えー、前書を申し入れました。するとねテリア監督先生ちゃんとね国会でこれ質問してやってくれたんですけどはいやってくれたんですよテリア監督先生すごいですよ。 こタクシーの入気量についての質問に立ってくれたんですよ。でもね、現状は未だに変わっていない。いえいえいえ、りょうさん、エルドリッチ博士がそんなこと言ったんじゃなくて、エルドリッチ博士を通じて申し入れをしたんですよ。はい。当時、ね。米海兵隊政務外交部次長ですから、こういうふうにタクシー業界から悲痛な声が届いているから、 あの、エイフィースの方にちょっとこれ、あの、お願いっていうことで言ってもらえませんかっていうことでお願いをしたら帰ってきた返答、エイフィースからの返答がそれだったんですよね。いや、博士もこれはちょっとなあなんて言ってましたけど、もう部署が違うから私ではもうどうにもならないし、沖縄のね、会社の方が自分たちで値段釣り上げてるのは事実だし、これはもう どうにかしないといけないんじゃないのっていうふうに言われましたけど、ね、結果的に相変わらずずっとずっとえ仕事欲しさにえ入域量を釣り上げるようなことを今でもやっているんですよね。まあ、沖縄のね、っていうか日本の役所はまた逆に民間に仕事をね、あの、投げるときにはダンピング。 ね、過藤競争をガンガンさしてですよ。予算をどん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 ね、圧縮させて、苦しめると。ね。いやー、これじゃやっていけないからっていうことでね、あのー、みんなで談合すると、仕事のおこぼれをもらえなかったところが、それを密告して、また捕まると。いやー、本当にね、世の中理不尽だと思いますけど、皆さんはいかがでございましょうか。 ということで、えー、今夜のボギー大佐の言いたい放題、血、えー、と理不尽なことということでお話しさせていただきました。では皆様、また明日お会いしたいと思います。ありがとうございました。